はい。そして続きまして、東大。あちらですね。東大も良かった。はい。こちら1959年の作品で、白黒の作品です。で監督は鈴木秀夫監督。そして原作が三島由紀夫さん。出演に久保明さん、津島恵子さんとなっております。で内容が、一見幸福そうな4人家族だが、息子、のぼるは若く美しい父の5歳、いさこへの、いさこへの、これなんて読むんだろう。思う、慕う。思うに慕う。うん、死母なんやろ。いさこさんへの、まあ、こう、恋というか愛というか、自分のものにしたいみたいな。でも、お父さんの5歳なの。でお父さんの5歳の割には、年が若いから自分とすごく近いのよ。息子ながらにね。で、すごく惹かれてしまって。で、家族旅行の大島のホテルで、いさこさんはその秘めた思いを偶然知ってしまうんです。その、5歳で来たところの息子が自分のことを好いてるっていうのを知ってしまう。で、そこからどうなっていくかっていうお話なんですけど、なんかまあ普通だったら、まあなんかさ、最近ドロドロした内容が多いからさ、こう、旦那さんにもいい顔して、自分の息子にもちょっといい顔してみたいな。で、どっちの甘い蜜も吸うわみたいな感じになりがちな、なったりするやつあるじゃないですか。でももう全然、これは、なんかもうほんと、なんと、そこの演じてる方の雰囲気が、こう、品があって、でもなんかちょっと弱々しくて、なんか、ああ、もう、幸せになって、ってこう、心から思えるというか、感じなので、なんか、どうなっちゃうのって思いながら見てました。これは三島由紀夫が25歳で書いた戯曲をサスペンス映画の名手鈴木が演出。濃密で張り詰めた密室劇を作り上げた超必見。ほんと、まさしくサスペンス作品でしたね。こう、誰かが死んだりとか、そういう事件があってとか、そういうわけじゃないんですけど、なんか、張り詰めた感じ、ずっと。東大があるんですよ。東大が。で、妹もがいるんですね。その、登るの。この妹もね、いい子というか、こう、チャキチャキしてて、可愛らしくて、こう、チャーミングで。で、なんかね、すごく、その妹が、家族旅行で来てるけど、自分の友達もたまたま旅行に来てたんですよ。何人かのグループで。で、夜、そっちの方に遊びに行っていいかみたいな感じになって遊びに行くんですよ。で、その遊びに行った先ですごく結構、こう、嫌な思いをして、で、家に自分の自室に戻ってくるんですけど、家っていうか自分の部屋にね、旅先なんで戻ってきて、で、母親にいる、こんなことがあったんだっていうのを打ち明ける話が、シーンがあるんですけど、そこがね、私結構すごく好きで、なんかあれを、あそこのシーンだけでも本で読みたいなっていうか、三島由紀夫さんはあのシーンをどうやって書いたのかなっていうのがすごく気になって、ものすごく、なんだろう、ああ、ある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 、あれ何なんだろうねって私も思ってたみたいな感じなので、なんかそこが、私としては見どころです。うん。内容言ってないから、どんなシーンよって感じだと思うんですけど、なんかでも、まあね、見たことない方に、その先に言いたくないので、よかったら見てください。はい。そして、続きまして、美徳のよろめき。こちらは、美徳のよろめきで、どんな、美徳のよろめきですよ、タイトルが。こちら1957年の作品です。96分。
で、白黒の作品です。さっきお話しした東大が1959年の作品なので、その2年前の作品です。で、ビットクネルメキは、監督が中平浩監督。そして、あ、ちょっと、総監の作品のことを言うの忘れましたね。東大の監督は鈴木秀夫監督で、傷だらけの天使ですとか、あと、51歳の時に映画、51歳まで映画を撮ってたんですけど、そこからドラマ作品を撮るようになりました。そしてその前の音楽の松村康夫監督の兵隊ヤクザとかを撮られてる監督です。で、戻りまして、美徳の夜室めきは中平浩監督で、月曜日の床ですとか、あと、狂った果実を撮られた監督です。で、この美徳のよろめきには、ご出演されているのが、月岡ゆめじさん、そして、葉山良二さん、そして、三國連太郎さん、ご出演されています。で、内容が、何不自由なく育ち、親の言いなりで結婚した節子は、満たされぬ日々を送っていた。そんな時、かつて一度だけ唇を合わせた青年、唇を合わせたですよ。唇を合わせた青年、土屋と再会、感動の炎が燃え上がる、女性の心理を精緻、緻密精緻で優雅な文体で綴った三島の原作はベストセラーとなり、よろめき夫人は当時の流行語になった、ですって。面白いですね。ベストセラーになって、当時の流行がよろめき夫人ですよ。でもなんか、よろめき夫人って言葉、母方の祖母、よろめき夫人になっちゃうわ、みたいな感じで、使えそうって感じの言葉なんですよ。よろめき夫人。で、こう内容を知ってるがゆえ、だからこそ、なんかこう、制裁として、妻としての、こうでなきゃいけないっていう、あと自分の育ってきた、その、環境から、ね、こうでなきゃいけないみたいなものが、でもこういうアバンチュールなこともあることも存在、そういうものがあるっていうのも知っている。で、その間をよろめく感じ。もうなんか、もうなんか、大雑把に言うと そんな感じなんですけど、もっと他にもいろんな、もっと美しい、なんか、なんだろう。あ、こういうよろめきもあったのかみたいなところが随所にあると思うんですけど、いやー面白かった。美徳のよろめきもで、まあ三國連太郎さんかっこいいですね、本当に。なんかみんなに感情移入できましたね。この月岡ゆめじさんにも、どうすんのどうすんのみたいな気持ちもわかるし、三國連太郎さんのあの時の、あっちゃった、みたいな感じの気持ちもわかりますし、土屋のね、まあね、若々しさというか、なんというか、なんかそういうのもわかりますし、すごく素敵でした。当時の、服とか、あと、当時の、あ、こういう喫茶店があるんですね、みたいな感じとか、すごくなんか、モガっていうんですか？モボっていうんですか？それよりも、ちょっと前のあれなのかな？モガモボじゃないか。なんか、その後かな？モガモボの時代っていつなんだろう。でもなんか、とにかく、おしゃれな雰囲気でした。素敵な作品です。で、月岡ゆめじさんって、なんか、なんだこの名前、なんか、あるよな、芸能人の方でいるよな、と思って、浅岡ゆきじさん。浅岡ゆきじさんと月岡ゆめじさんって、双子みたいですよね、名前が。すごいなと思ったんですけど、片方が月で、片方朝でしょ？で、片方夢で、片方雪ですよ。月岡ゆめじ、浅岡ゆきじ。かっこいいですよね。
で、これ、どちらも同じ宝塚の方らしくて、なんか、兄弟とか姉妹とかそういうわけではないみたいです。調べたら。うん。